奈良県生駒市にありますグリーンプラザ山町さんにお邪魔しております。中坂さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、はい、本日夏のおすすめ草花ということで、はい、まあ、今回はね、まあ、直球といいますか、はい、もうこの夏代表といってもいいんじゃないですか。はい、日日草ですね。なるほど、ド定番の日日草とはいえ、もうこの昨今いろんな品種が出てるので、そうですね、もうかなり出てます。ちょっとなんかおすすめの品種を紹介していただければ。なるほど、はい、ですね、ここにあります。はい、これあのまず数年前からもう出ております、松林高生タイプの日日草。めちゃくちゃ花つきいいですね。むちゃくちゃ花つきいいんです。特にこの夏花火っていう品種なんですけど、むちゃくちゃ花がつくんですよ。すごいな、はい、これどっちかというと生産者泣かせの品種ではあるんです。あ、花がつきすぎて株ができない。はいはいはい、はい、育ってきにくい。花にだから行っちゃうんです、ね、全部行ってしまうんです、うん、でそれを積んで積んで積んで、何ヶ月もかかるとこういう株が作れるんです。すごい。でこれを買われた方はだからすごいお得です。いや、これだから日々草のイメージにないですもん。こんなに一株で花がついてるっていう、で、ね、はい、で丸く綺麗に育ちます。これだけで鉢に植えても、鉢に植えてめちゃくちゃこんもり綺麗にっていう、うわ、なんかイメージがものすごくつきやすい、うん、はい、また名前ネーミングもね、そうですね、もう夏花火、この夏花火あげましょうみたいな、はいはい、いや、いいですね、これ、はい、すごい美しい。でこの品種変わった色なんですよ。ちょっと待ってください、はい、何ですかこれ。日日草爽やか。爽やかっていう品種です。見たことない、はい、この花色ですね。そう、去年ぐらいからなんかこう出回ってるらしいんですけど、これも全くイメージになかったな、はい、全然本当ないような、薄い紫とラベンダー色と中がピンク、絶妙な、絶妙でしょ、絵を描いたような、そう、うん、なんかエアブラシで描いたような、そうですよね、なんかそんなイメージの、すごいんです、こいつ。これまた日々草のイメージ全くないんですけど、ないですね。なんかこういうなんか使い方とか、こういうどっちかいと、あ、入ってますね、はい、シックな感じ。あ、本当や、はい、これも寄せ植えで使う日々草のアイディアと全く違いますよ、ね、また違いますね。今までこう赤とかピンクとかっていうのが定番やったと思うんですけど、鉢もこういうトーンに合わせて、そうですね、で周りの草花も割とどっちかいうと涼しげなシックな感じで、うん、いいと思います。あ、これもですか。あ、こっちもそうですね、はいはいはい、これもそうです。これも入ってますね、はい、キューコンベゴニアとか、あ、本当や、はい、トレニアでもちょっと変わったコーンカラーとかですね、これ一緒に寄せ植えしてね、これもなんかこうちょっと野種っぽいというか、そうですすごくナチュラルなね、うんうん、この器もなんか可愛いですね。いいでしょこの器、ね、実は取ってついてて、はい、こうプラバチの新しいタイプなんです。これプラバチなんです。プラバチなんです。あ、これ本当の新商品で、まだ販売されてまだ 数日。あ、そうなんだ、はい、って感じで両方の取っ手が、取っ手があるか、可愛らしいですね、はい、可愛いでしょ。へえ、植物が育ってきたら下に下ろすという、はい、器も選ぶの楽しいですね。そうですね、こういう意味で、うん、楽しいな。本当のもう昔から言われる日々草が、はいはい、この辺にあります。まさにこれがなんか代表格、ね、代表の日々草ですね、うん、今ねこうどれぐらいあるんでしょうね。多分普通の一般的な日々草で10色以上あると思うんです。でその中からまあ一応いろんな色をうちも販売してますけど、オレンジ色もどんどん、ね、濃くなってきたりとか、うんうんうん、赤も綺麗に抜けた赤であったりとか、ね、だから最初に紹介していただいた松林タイプもものすごい魅力的やし、はい、こういうやっぱりね花がパーンと大きくついて、ね、いろんなこのはい元気ですって楽しみ方が変わるってこと。違いますね、本当に変わると思いますということで、まあ、今回日日草を紹介していただきます。ぜひね、またいろんな品種ありますから、そうです ね、はい、実際足を運んで見ていただけ、うん、いただいたらと思いますので、はい、今回はグリーンプラザ山町さんよりお送りしました。はい、長坂さん、ありがとうございました。ありがとうございます。